ミネオ TV、 ミネオ TV。 はい、本番です。ミネオです。はい、本日は闘技場、こちら第2ターム来ましたのでやっていきたいと思います。400万円の道ということで、今回残属性なんで、まあ激戦になるかなというところと、ちょっとだけ装備変えたかな。はい、で今回ラゴンヌなんで、こちら証はここね、ラゴンヌ一択、はい、ということになります。でまあ道端というかな、道中はこちらのね、ドラゴラムからの開破山帯第一山といったところがやっぱり一番早いのかなと。しっかり弱点も今回はついていけるという感じだったと思います。はい、ボス前は、例のごとく、こちらのワニキ中央快進撃からの、雑魚一周、そしてドラゴラムで相手を弱体化させてからの大君のアバンストラッシュ、そして合間ちょこちょこ特技列、最後はブラッディスクワイド、これでとどめを刺していきたいというところです。はい、じゃあサクッと装備見ていきましょうかね。はい、パプニカナイフはレベル35となってます。残属性ダメージ 15% アップ。そして、はい、偉大なる勇者上はかけらで4突してます。はい、これによって、3回スキルヒットするたび 20% 防御力がダウンします。これ重要。そして、ドラゴラム回心率上げたいんで、こちらもかけらで4突しました。物理回心率アップ 5% つけてます。はい、そして道中ガーゴイルに対しては第一山、それ以外は開破山でいってます。そしてドラゴラムのレベルは3になってます。言わずもがな、回心率高い5回連続の熱属性物理攻撃になっております。はい、そして水晶はね、最初ピラちゃん3枚差しだったんですが、ちょっと回心も欲しいということで、こちらにユンケルつけてます。ユンケルさんね、一突して物理回心率 5% にするといいよって教えてもらったんで、ちょっと今度やってみたいと思います。はい、そしてユンケルさんもまあまあ揃ってる。鎧の魔剣レベル35。はい、まあ上はね何でもいい。そしてブレイクはバンデッドボトム、ボスブレイク時 30% アップつけてます。で今回ギリギリ足りるか足らないかなんで、まあ一応捨て身つけてます。そしてブラッディスクライドはレベル4、これレベル5だと多分だいぶ楽なんだろうけどね。はい、そしてね、いつものごとくバルトスさんをつけてます。はい、そしてダイ君、まあレベル70なんでね、あれなんですけど、アバンの剣、そして、デルモニー服ね、をチャックということで、これ上と下つけてます。はい、でまあこれね、特技はまあ何でもいいかなという感じ。アバンストラッシュレベル5、もちろん水晶はプラスおじいちゃん3枚雑誌。はい、そしてクロコダイね、いつも大活躍、エレメントアックスね、もちろんエレメントアックスのレベル35。そしてワニキなので、こちらも勇者の服上4ターツ、おお。そして鋼鉄の鎧下ね、奥義使用時打続ダメージアップ、ナイス、ね、ナイスということで、こちらクロコダインさん、言わずもがなのレオナ3枚差しとなってます。はい、ということで、ね、オーソドックスパターンとはなってくると思いますが、ご覧ください。どうぞ。いけ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 、ゴー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 。
ガガガガガガオ。ナイス。はい、ということで、ね、うん、やっぱちょっと届かなかったね。道中あとは頑張った1秒縮まるかなっていうところと、まあ、最後もうちょっと会心が出れば、まあ、それでもちょっと400万はちょっと厳しいかもしれないですね、うん、はい、ということで今回はダニタブ闘技場400万目指してやってみました。まあ少し参考にしていただければ幸いです。いつもご視聴ありがとうございます。またよろしければ、Twitter のフォロー、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それでは皆さんありがとうございました。失礼します。